唐津焼。唐津焼は、近世初期以来、現在の佐賀県東部、長崎県北部で肖像された陶器の総称。日常雑器から茶器まで様々な機種があり、作風、技法も多岐にわたる。茶碗は、古くから、一楽二萩三唐津と称されて名高い。文化の竹を小唐津焼と共に、日本の伝統的工芸品に指定されている。唐津焼は、 金星諸島から、非全国、現在の佐賀県及び、長崎県に散在する、所要で生産された陶器の総称である。唐津焼の名称は、製品が唐津の港から積み出されたことに由来するとも言われるが、定かではない。古唐津の釜跡は、現行の唐津市域のみならず、佐賀県武雄市、伊万里市、有田町、長崎県佐世保市、平戸市などを含む、 広範囲に分布している。唐津市南部の旧、北畑村、旧大地町の区域には、初期の小唐津の鎌跡が残っているが、2005年の市町村合併以前の旧、唐津市の区域には小唐津の鎌跡はほとんど残っていない。今まり、唐津などの非善の陶磁器は、文禄元年から慶長三年、1592年から1598年に至るとよ秀吉による、 朝鮮半島への出兵、いわゆる分録、慶長の役、人心笑いの際に、朝鮮半島から同行してきた投稿たちが、祖国の技術を伝え、関与したというのが、通説になっていた。しかし、釜跡の調査、堺など、消費地での当変の湿度状況などから、唐津焼の創始は分録、慶長の役よりは、やや早く、1580年代に開始されたと、見られている。 天正十九年、1591年に没した船、利休が所持していた道具の中には、奥高麗茶碗、唐津焼の一種の、この子持ち、根の子持ちがあったことが知られている。また、長崎県一種の聖母宮、聖母宮には、天正二十年、1592年目へのある国有、4、耳壺があり、これが、唐津の在名最古遺品とされている。以上のことから、 唐津焼の生産開始は遅くとも1591年以前であることがわかる。文献上は、古田織部の慶長8年、1603年の茶会期に唐津足有りお水差し、唐津焼筋水差しとあるのが唐津焼の記録上の初見とされている。寛永15年、1638年成立の松江茂よりの廃論書、毛吹草には、 唐津伊万里の焼き物という文言があり、唐津が土物、陶器、伊万里、伊万里が石物、時期を意味すると解されている。瀬戸内海沿岸や山陰、北陸などの日本海沿岸の地域では、立地方で瀬戸、物と呼ぶ陶器室の器のことを唐物と呼称することがあり、唐津は自然産の陶器の代名詞であった。古唐津の初期の釜跡は、畑市の居城があった。 岸武市三六、唐津市の旧、北畑村、大地町の区域に点在している。岸市小唐津の雇用群は半道亀釜系と、小柱用系に二分され、藁界雄を用いた、ブチ唐津は、校舎で生産された。釜は、朝鮮式の先竹形のボリ釜で、特に飯道亀した釜と、佐賀県指定史跡には釜床と釜壁の一部が、残存し、貴重である。 文読、慶長の役以降になると、被前陶器の産地は広がり、浜の所在地によって、松浦慶子唐津、佐賀県伊万里市など、竹尾慶子唐津、佐賀県竹尾市など、平戸慶子唐津、長崎県平戸市などと称される。中でも富士の川内用、佐賀県伊万里市松浦町、一ノ瀬高来神用、伊万里市大川内町、亀谷の谷用、伊万里市大川町河原などが、 で、え唐津の名品を焼いた釜として知られる。早々期は、食器や亀、大型の亀が多く、被然の大亀と呼ばれるなど、日用雑記が中心であったが、この頃になると、唐津焼きの特徴であった出木さと詫びの精神が、相まって、茶の湯道具、皿、パチ、向こう漬けなどが好まれるようになった。また、唐津の焼き物は、京都、大阪などに販路を広げたため、西日本では一般に、 から、ものといえば、焼き物のことを指すまでになった。とりわけ、桃山時代には、茶の湯の名品として知られ、一色二学三からつ、または一楽二萩三からつなどと、格付けされた。だが、江戸時代に入って、釜場が林立したために、燃料の竹木の乱伐による三夜の荒廃が深刻な、問題となった。それゆえに、鍋島藩は、藩内の釜場の整理、 東合を断行。それによって、釜場は、有田に集約されたため、唐津も甚大な影響を被り、多くの釜元が取り壊された。しかし、唐津の茶器は、全国でも評判が高かったため、茶灯を焼くためのご用々として存続した。その間の焼き物は幕府にも多数献上品が作られたため、献上唐津と呼ばれる。明治維新によって、藩の庇護を失った唐津焼は、 急速に衰退、有田を中心とした時期の台頭もあって、多くの鎌本が廃用となった。だが、後の人間国宝、中里無安が、叩き作りなど、伝統的な小唐津の宝を復活させ、最高に成功させた。現在は、約50の鎌本があり、伝統的な技法を継承する一方で、新たな作品を試みたりと、時代の移り変わりの中で、着実な歩みを遂げている。 唐津焼きの特徴は、李氏、朝鮮、一節に、河南から伝わったとされる伝統的な技法が今に根付いているところである。特に、宿炉炉、叩き作りといった技法は、小唐津から伝わる技法で、現在もこの製法を行っている釜がある。釜は、連帽式のボリ釜という、大掛かりな釜を用い、そこで1300度の高温で、一気に焼き締める。衣装は、 茶器として名声を馳せただけあって非常に素朴でそれでいながら独特の渋みがある。唐津焼きは時代によって様々な焼き物が焼かれた。大きく分けて次のようなものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。